なんだ、暗い。小さな部屋ですね。前に潜り込んだことがある、魔法使いとかの研究室みたい。ちなみにここで何か盗むと現実に持って帰れるのかな。風景全体がファルサリアの心なんだ。下手に動かすとどう影響が出るかわからないぞ。ん？机に何か刃物で掘ってある。何これ。他にもいろいろあるみたいですね。それにしてもファルサリアを擁護している。研究資料 A11209 報告書へ清書する前の試験を含む口頭記録。運命は思ったよりも簡単に操ることができる。かつての英雄たちがそうしたように。むしろ問題なのは簡単すぎてしまう方だと気づかされた。すでにある伝承や神話を歪める程度なら問題はない。それは用意された選択肢の中から好みのものを選ぶ行為に過ぎないのだから。まずいのは完全に新しい伝承や神話を一から作り無理やりに差し込むこと。これには世界の法則が耐えられない。深刻なバグが生じ全てが失われる恐れがある。簡単なんだ、こんなに危険なことなのに。なんで簡単にできてしまうんだ。これじゃ明日にでも世界が壊れたって不思議じゃない。女性の声かね。壁に何か影みたいなのが浮かんでいるぞ。誰かが変わる運命を監視し過度の負荷が加わることを阻止しなくてはならない。時代の英雄と呼ばれるほどの人間を確実に殺害せしめる力を持ち、なおかつ一時期のみならず半永久的に監視行動を続けられる存在を。でもそれではあの子の心が壊れてしまう。戦う力があることと戦う心があることは全然違う。何の関係もない。あの子は機械的な虐殺を許容できるような神聖の持ち主では。しかし他に対応できる妖精はいない。これより該当する妖精をファルサリアと呼称。プロジェクトに必要な外装の取り付け作業へ移行する。なぜわからないんだ。完璧なシステムを作ったってそれを動かす者の心が壊れてしまえば正常には働かないというのに。世界を守るためのものだった。じゃあ何？そのファルサリアと敵対している私たちは世界を滅ぼす側に立っているってわけ？結局それは建前だった。完璧なシステムの精度なんてどうでもよかった。私はただあの子の心を守りたかった。だから私はあの子の一番奥深くに私の名を冠したプログラムを注入した。他の誰にも内緒で。ディアドラプログラムは彼女の心を封鎖した上でその表面上にファルサリアの心があるように振る舞わせるソフトウェアだ。つまり
あの子が深い眠りについているのに、まるでファルサリアが自分の意志で動いているように見せかけると考えればよい。これであの子の心だけは守れる。眠り続けるファルサリアは自分の手がどれだけ汚れているかもわからないはずだ。ファルサリアにも味方がいたってことですかね。ファルサリアの心が壊れてしまうというのは新鮮だな。暴走する妖精ばかりの現在じゃ信じられない考え方だ。でも失敗した。きっと天罰だったんだ。あんなことであの子を助けた気になっていた私への、結局罪悪感を紛らわすだけだった私への。理由が正しければ何を利用してもいいと考えた私たちへの、そんなことをもはや平然と考え実行できるよう変貌してしまった私たちへの。何？何よこれ！そりゃそうだ。感情のタガが外れて、ただ合理的思考で虐殺を判断していったら、ファルサリアは私たちから真っ先に殺そうとするだろう。彼女は運命を変える力や技術を持った者から順番に殺していくんだから。そう、ファルサリアの味方だった魔法使いがファルサリアのためを思ってやったことがこんな結果に。怖い。自分で味わってみてはっきりと分かった。これじゃ何の救いにもならない。何が世界を守るシステムだ。これじゃファルサリアの方が先に世界を。誰か彼女を止めてくれ。ここまで踏み込めたものなら私たちと同じかそれ以上の技術を持っているかもしれない。どうかその力であの子を。おい、分かってる。向こうに新しい扉が出てきたぞ。